飾戦略スタイリスト久保田千尋です。第3回目の今日は、ユニクロの新しいジーンズ、ベルベットジーンズっていうのを紹介したいと思います。形が面白い、なんていうのかな、昔のボンタンみたいな感じね、私たち世代はもうなんか懐かしいあれですよね。で、本当にストレートとかなんとかとかいう範疇に入らない、すごい変わった形なんですけど、ベルトが、腰のところについていて、そこでちょっと締める形。無理じゃないと思うんですけど、で実際に私もショップで見たんですよね。ショップでかかってる時見て、うわーすっごい新しいのが出たと思ったんですが、うわこれ絶対無理と思ったんです。で避けてたんですけど、この前ユニクロの試着会に呼んでいただいて行ってきたんですけど、大人3人でちょっと行ってみてですが、すごい良かった。すごい履きやすいし合わせやすいので、なのでちょっとご紹介したいなと思いました。このジーンズ、履いてみて何がいいかっていうと、まずね、ゆるい、もうゆったりしてて、すごいね、履いてて楽なんですよね。で、普通ジーンズってちょっと我慢してちょっときついけどみたいな、ウエストがちょっときついとか、ちょっとおももの辺りがとか、結構どっか我慢してないですなんかですが、このジーンズめちゃめちゃ全体的にゆるくできてるので、すごい着心地、おすすめのコーデなんですが、基本的にトップスが、シャツでも、ニットでも結構大丈夫です。割と何でも大丈夫と思っていただいていいと思います。で今回動画では、トップスにノースリーブのシャツと、でその上に寒いのでジャケットを着てますが、こんな感じでちょこっとかしこまったちょっとカチッとした感じもいけるので、すごい便利じゃないかなと思います。言ってすごい気に、だから私頑張るってなっちゃうと、これも NG ですね。ちょっと昔の光源氏みたいになっちゃってますね。で、ね、なのでちょっとこれはやめた方がいいですね。シャツ特にね、チェックのシャツって結構難しいんですよね。チェックってやっぱりカジュアルな印象がするので、大人はちょっと避けたい感じで、じゃあっていうとこちらだったら簡単だと思います、ね、T シャツ合わせただけ、めっちゃ簡単でしょ。すっごい簡単だと思います。でそのままだけでも、もう着るだけで、 T シャツ合わせただけでこんなに素敵になるので、もうバッチリ簡単で、今回このじゃあこの T シャツがいいのっていうと、いやいや別にそれほど気を使った T シャツじゃないので、そのままある T シャツを着ていただければいいです。ただちょっと綺麗に見えるかなっていう理由は、割と濃いめの色の T シャツを選んでるので、そうすると引き締まって全体が見えるんですよね。大人になるとどうしてもふくよかになるので、ちょっとずつ引き締めた方がいいので、濃い色をできるだけ体の部分にの覆われる部分にたくさん持ってきた方が、ちょっとだけすっきりは見えます。この時ってこのジーンズなんですけど、ちょっと着方があって、でそのまま着ていただいてもいいんですが、そのままやるとちょっと作業着っぽくなっちゃうので、このパターンですね。お腹のところにしっかり、T シャツとインするっていう感じですね。で前回も出てきたんですけど、インするっていうとと思うと思うんですが、お腹のところに結構緩みがあるので、インしても全く大丈夫です。でインしたら、この間お伝えした通りにちょっとブラウジングして少し出してふわっとさせると、上半身に目がいくので、それほどお腹が出てるっていう印象にはならない、大丈夫だと思います。で、それからもう一つおすすめはこの足元ですね。で足元はそのままでもいいんですけど、一旦一折りかなあったら一折りぐらいロールアップしていいと思います。まあちょっと折るって感じです。ロールアップっていうより折るっていう感じ でそうすると足元にアクセントがつくので、より、素敵な印象になると思います。靴に関しては、より素敵に見せたいなという方は、先の細いもの、つま先が尖っているものがおすすめです。それを履くことで、なんか全体的に細いのかもみたいな印象になるので、ぜひ試していただければいいと思います。
はい、ということでスタイルスナップ第3回目の動画完了しました。一個一個本当にドキドキしながら編集してるんですけれども、少しでも皆さんが見やすくって楽しんでいただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。次回はちなみになんですけど、ちょっとギャップでやってみようかなと思います。最近ちょっとギャップってね、なんかあまり注目されてないんですが、やっぱりねすごいいいので、ギャップで着回しっていうのを考えてます。またちょっと1週間頑張りたいと思いますので、次回もぜひご覧になってください。